よし、おはよう。今日は何や、木曽駒ヶ岳に登るらしいよ。で、まずバスで移動するらしい。千竜荘っていうところからバスで1時間ぐらい登ったところ。これの終点は何だっけ。北沢峠っていうところに行って、そっから歩きで登るみたいな。とりあえずね、バスに乗るから思いますので、よろしくお願いします。山の方もだいぶ見えてね、のっぽい。北沢峠に着きました。ここまでがバスで来れるところ。で、今から北沢峠から潜水小屋、こういうテントで泊まる予定だから、まずここに行って、そこからこれ栗沢山に登って戻って寝るかなんか。明日どこ行く？ああ、東駒ヶ岳。こっちに行ってそのままここに戻ってくるかな。雨が降ってきたから、ここでレインウェアを着て行きます。元気です。なかなか荷物が激重でちょっと辛いけど頑張る。気象は C だよね。適さない適さないらしいから、登山には感じになってる。ね、ここからまた登る。潜水小屋に着いたみたいだけど、テントバーもうちょっと先みたい。まあ潜水小屋のすぐ裏にテントバーあるみたいで、テントバーに着いたみたい。はい、テントバー着いたよ、永井さん。どうですか？何この荷物だよね、俺もそう思うんだけど、これちょっと無理だよね。バカじゃないの？バカじゃないの？何これ、これ担いで登る？バカじゃないの？無理だよねだから今日カイコマだよね、俺的には。何どれくらい重いの？みたいな重いな。みたいな重いよ。いやー、ダメだな、これマジ重たくて無理だもん。あそこも水使っていい、飲めるやつが出るらしいよ。とりあえず場所決めする前にインナーテントだけ買ったよ。なら2台いけなくはないけど、100ぐらい。いやー、これね、どうすか？あれ完全に俺500の自信がないよね。いや、かなり厳しい。全然多分ね、ここに置いたままここ行ってこう戻ったら早い。あー、7分とか早いぐらいだねで、それちゃんとバスに間に合うバスってあるんだけど、朝早く出ればね。あ、まあそうか。今日はここ。今は何時だ？さあ、栗沢岳に登るっていう予定通りのね、パターンになった。予定通りだよね。予定通りのパターンだったから。2700ぐらい。標高差で600ぐらい。あーと2時間半ぐらいで行く予定。3時間ぐらい。よし、3時間ぐらい。またここに帰ってくる予定だから。帰ってこれるといいね。なかなか辛辣なこと言うじゃないですか軽くなったけど、ドローン持っていくのやっぱかなり重たい。このバラストね、捨てました。2キロ、じゃーっといったね。これ無理だから、無理、重いから、無駄だから。南アルプス天然水の CM 現場。お、なんか岩がすげえゴロゴロしてる。あー、なんか危ない感じだね。なんでこんなことになってんだろう。もう確かにちょっと変なところ、結構だるいんですよね。綺麗。風が強い。風が強い。
この地形がどう形成されたかちょっと調べたいね。マリ支店、マリ支店っていうなんか神様あったり、なんかやばい、神様がいたんだな。マリ支店が見えたよ。まだまだ余裕とか言ってる。いけるよ。いけるっつう。まあ心の問題。心の問題だね。心が折れなきゃ登れるよ。確かに体力的にはあるはず。まあそんなに出力が変わるとは思ってないんだよね。まあ多少上だと思うんだけどね。なかなか厳しくてどう取る余裕がありませんが、まだ。あまり風景変わらず、まだ森林限界突破していない。今2391m、ゴールは2700ちょいなので、まあ 300m ちょっと、まあ行けんじゃないかな。マリ支店の向こうにあるやつだよね。これカイコマ。これはなんか名前があるの、この茶色の。小松見ね。小松峰を通ってカイコマに行く。カイコマすごいな、傾斜が。クリサワー、クリサワーさん、クリサワー山。いや、意外じゃないな。どこもかしこも白いやんけ。ああ。マジ辛いのか、本当に辛いっす。本当っすか。なんかそうは見えないんだけどな。めっちゃ辛いっす。めっちゃマジっすか。マジっす、これマジっす。めっちゃ辛いっす。大ぶりっす。ダメだ、何か違うノリになってる。あと 300m ぐらいしか登れないっす。あっす。あっちに、こっちにね、頂上見えはずなんだけど見えない。カバンで違うってこと。ああ、まあ割とすぐそこだったんだね。よし。ダメじゃん、ドローン飛ばせないじゃんこれ。下りは下りで辛いよ、怖いよ、道があんまりわかんないよ。超急な感じの下り、まあここ登ってきたわけだけど、下るの大変だったこの岩。状況持ってるぞ。入りきらねえ。入りきってない。スープ餃子。スープ餃子投入されました。え、それどうやって作るの？ゆでる。沸かしてスープ入れて餃子を。そのままそのままできるのか。
いいね、いいね。僕は謎肉カップラと鶏のちゃんちゃん、これです。すごいスープ餃子。醤油っぽい感じだけどな。あ、なんか強烈にいい匂いがするよ。これいい匂い出しすぎでしょ。水上くんから餃子の支給いただいたよ。これは嬉しいね。食べてみるよ。スープ、なんだんだ、餃子のスープをアルファ米に入れるっていうね。白米を二刀流す。これうまそうだよね。山のご飯ですか。うまいですか。うまいよ。おはようございます。本日は2日目。今日は貝駒岳に登って降りて帰るっていうプランですね。今は6時半過ぎぐらい。もう登り始めてる人がいるみたいなんでね。よし、今日はもうザックは置いてくから、ここにね。だいぶで、アタックザックをね、水上君からゲットしたこれで登りたいと思います。よし、ここに3匹置いて放置で行きます。そうよ、そうよ、帰ってきます。もう水上君半袖だからこういう入れ先でね、行くか。ズボン邪魔だから邪魔、半袖、あ、半ズボンでよかったわって。半端でいいらしい。山は舐めんなと。何舐め。というわけで海底まで向かいます。今何メートルって出てんの？昨日で2118。2100。あ、それはだいぶ低くなったよ。山って感じだわ。これこのさと尖ってるのは朝読みね。朝読みね。これが栗沢。こう行けば。で、水上くんはこれからこっち行ったことがあるらしい。こっちからこっち行って、こっち地層に登って、なんか、これ小松宮ね。登ってを、降りて登って、貝駒かな。これ貝駒結構、岩だな。はい、小松峰。やべえ道を登り始めましたよ、これ。あー、でもまあ行けるなかないね。道がないね。こういうのが続くのかしら。あれ？道じゃないな。ここで巻きと直通ルートはあるんですけど、水上くん全く迷うことなく直通で、じゃあ我々も直通かなみたいな感じですね。行きますよ。外れたらどこ行っちゃうからね。マジで行っちゃうからね。マジで行っちゃうって行きますよ。ルートはございません。まああっち矢印書いてあるけどね。結構怖いんだな、これ。山崖だしな。ルートないよな、あるよな。こういう感じで。できてるのはここだからね。ここへ行きます。酸素が薄いです。酸素薄い。もう無理。もう無理。本当かよ。全然ピンピンしてんじゃん。俺はね、酸素薄くて厳しいね。ほら、見て、こんな道だから。ここずっと歩いてる。
った。いかがでしたか、直通ルート。いや、しんどかったっす。しんどかったっす。いや、しんどかったっす、直通は。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、おかしいですよね。いや、厳しい直通でしたね。厳しい直通だった。おかしいな、見てないんだけど、僕。というわけで、とりあえず、アイコンは登り切ったから。マリシテンは割とすぐそこなんだ。すぐそこだけどね、確かに何も見えなさそう。ああ、そうだね、白いね。見えないんだね。あ、直通ルートが見えるね。ここら辺、やーってね、こんな感じだったね。いやー、怖えじゃん、あれ。あれ、怖えよ。こんなところ通ったら、あれはないんじゃないですね。はい、小松峰よ。めっちゃ暑くてね、ちょっと俺も上着脱ぎたいんだけど、このポケットに物が入ってるからさ、脱げないんだよね。いや、風がない、暑い。小松峰を下ってきて、なんだっけ、あそこの分岐点、なんとか峠を過ぎたよ。下りね、飽きちゃったから、めちゃつまんないから早く帰りたいみたいな感じがしている。ドルビーということもあってね、たくさん登山客いる感じですね。テント場まで戻ってきたから、潜水小屋。いやー、水が飲みたくてしょうがないからね。ここに水あるから、イエーイ。15時のバスに間に合いました。いやめっちゃきつい。インターバルトレーニングみたいな感じだから、きついっすね。